ボートレースに予想やね。よろしい。今回は私にお任せしなさい。美濃へ言うたら俺しかおらんやろ。勝負していきます。今回の馬券購入方法はこちら。全レース予想屋翔さんの予想する買い目そのままを100円ずつ購入します。それではレッツボートレース。さあ第1レース、はいよ。エンジンは1号艇、6号艇、上田佐奈選手のエンジンと、1号艇がね、良かったですよ、前節。はい、やっぱりね、直線の伸び見ても分かるように、伸び型のエンジンです、これ。サマのエンジン、あのね、周回展示あんまり出すタイプじゃない。ただ、このメンバーの中で、2号艇のまくりよりも、やっぱりまくっていくのは、データ的には3号艇や。3番が攻めていくと。3番が攻めていって、福来選手が今のワンマークの周回展示見たらある程度張るような感じになってるんで、だから3号艇は握っていって、1番、2番を作ってれば、3号艇頭ひもで走れるかな。あとは1号艇のエンジン、上田佐奈選手のエンジン、いいんでね。だからインコースってどうかなとは思うんですけど、今の周回展示見て、福来選手悪くなかったんで、1号艇の頭で抑えるお客さん、裏だけ抑えておいてくれたら、全然いいと思います。ただあのおっちゃんが頭で予想してる選手が一番周回転に出てるんでね、1号艇から買うお客さんは2着におっちゃんの頭に書いてる選手、もしくは3着におっちゃんが書いてる選手で予想すれば的中率はかなり上がります。4はちょっとしんどいわ、3着でいいよ。あのごめん、あの一般戦やったらね、いらんっていうコメントはできんのよ。ただ記念なんで3着いらんっては言われへんので、おっちゃんはもう頭ひもに4号艇はいらんって思ってる。ただ3着ってなったらつけときって。矢野練習はね、やっぱり2個差しになるんで、この藤原圭司のまくり差し使えるんで、頭叩かれる可能性はかなり高い。わかる？頭叩かれたらボートなんで波にはまるんでね、それが頭叩かれるっていうんやで。はいよ、わからんかったら怖い、おっちゃん頭叩いてあるから。こんなこと言うから俺先行から注意受けるはい、交渉競争 G1 の初日第1レース、インコースから1番、3番、3番、4番、5番、6番の枠なり3回2秒、1秒、今スタートしていきました。コースアウトは1号艇、1号艇、センター青杖から3号艇、4号艇、1サイン、この辺りがいいスタート。逃げる1号艇のスプライで、走って2号艇のバック出してくる3号艇、後方からクロスと1号艇で、あとは5番、6番です。さあバックでインプットコースだった。まずは1号艇でスプライ、強しの人気の中心、2番手は後ろクロスを走って4号艇の1カーテスで上がって1番、4番、そして後ろで2号艇、5号艇、6号艇、3号艇絡まっています。なおスタートは正常でした。第3マークトップで回って1号艇のスプライ、2番手から4号艇回る懐、6号艇が大きく競りで、後方から5番、6番、3番が握ってきますが、2番手からはここは4号艇のベテラン1カーでレーサー2周目台。さあ現在2番手から踏ん張って4号艇の市川がここ少し人気を下げていまして、3番手に6号艇の岡村正史上がってまいりまして、146と日も穴となってまいりました。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番2番でゴールイン、6番ゴールイン。さあ第2レース、さあ挽回、はいよ。ここは4号艇寺田翔選手のエンジンがね、前節良かったです。はいよ。ちょっとね、あの数字がない出走表なんで、ちょっとエンジンのね相場が分かんないと思うんですけど、はいよ。前回良かったのはこれ寺田翔選手、上田洋平選手が乗ったエンジン、バランス型かな、結構良かったですよ。小池のいい線、もう逃げる逃げる逃げる、ノブが止めてくれるでしょ、4号艇を。ここで3号艇の寺田翔選手で、今日ドリーム2号艇で走る白井英二選手、山口勢隅の江めちゃくちゃ苦手なんで、そこを考えたらね、エンジンがいくら良くてもちょっとしんどいかなとは思うんですけど、今回この寺田翔のエンジンは前回結構動いてたんで、ノブが外を止めての差し一本になってくるんで、ノブがまくり差しに構えた瞬間、寺田翔の頭はなくなるっていう感じ。そしたらもう3号艇の
上条信孝か、はやす、はたまたは小池選手の逃げかっていうところで考えたら、このレースはそんぐらいで、で2号艇のね、シンペラに変わった長田選手、これね、今の周回展示、時計見ても分かるように、ちょっとね、当たりはまだ来てないような。だからこの2号艇の長田選手が3号艇の、信孝選手に頭を抑えられたら、その時点で2号艇はやっぱりしんどいです。だから1号艇から狙うお客さんは2号艇を2着3着っていうところは勝ってもいいかなと思うんですけど、3号艇の頭とか4号艇の頭で買うお客さんはもうノブにやられてるって感じで、2号艇今の矢野選手みたいな感じで下げてもいいと思います。今の周回展示だけ見たら2号艇しんどいな、プラスアルファシンペラに変わってるっていうところで、お茶はちょっとしんどいかなと思ってます。ノブが小池選手相手にマクリタシなんかの展開で大好評になれば、もうこれはもうちょっとしんどいっすよ。もう上行ってくれるんであれば寺田の差し込みというところは全然狙えます。うまいですよ、サシは。サシはうまい。ただノブがマクリタシで構えた場合はちょっとしんどい。この空いてる隙間がないでしょうね、ここ。今みたいな展開で2号手が3号手張ればここに内側が入ったみたいな、こういう展開になればもうその間にも道逃げてるんです。10秒前です。1番、2番、3番、4番、5番、6番、枠なりの3対3、まもなくスタート。今スタートしていきました。さあ、フリック号6艇がほぼ横一線ですが、わずかにインコースから1号艇、センターから3号艇、ダッシュ勢から4号艇、逃げる1号艇を握った3号艇の神尾、そして2号艇、4号艇、5番、6番回って、さあ、バックスチャー、逃げる1号艇の小池、バックスチャー、3号艇で突破、内から船を伸ばしている2号艇ですが、トップ集団、内役3艇、1、3、下となってまいりまして、あとは6、4、5、なおスタートは軽量でした。第3番マークトップ陰線引っ張って1号艇、2機の小池が回る、こっちで2号艇、その先手は3号艇ですが、先頭は引っ張った1号艇、そして2番手はさばいた3号艇で、3番手は内外に広がって、さあ偶数艇、さあ4、6は接戦となってまいりました。ここも3番手の艇も遅れてまいりまして、2号艇の長田の懐に4号艇と6号艇で3艇かかって接戦状態、先頭1番ゴール、3番ゴール、3番ゴール、4番、6番ゴール、最後尾5番がゴール。これね、今ちょっとデータのとこ見てくれたら分かるように、3号艇の菊池浩平選手、ありがとうございます、皆が知っての通りスタートやろう、3コースのデータが差しまくりまくり出し、全ての決まりとあります。4番、5番、6番はその上攻めていかなあかんすけど、菊池をスタートの上行ったらおそらくフライングです。ありがとうございます。それを考えてこのレースに展開予想してください。でもう一個がね、2号艇の関博也選手、2コースの差しデータがもう 30%29.4、 かなり差しデータがすごいです。ありがとうございます。だから2号艇が差し、3号艇がまくりかまくり差しの展開で、ありがとうございます。そういう感じで予想したら的中、かなり近くなってくると思うんで、そういう感じでこのレース予想してみてください。今スタンプ押し間違えててさ、3着にこういう感じで書いてて、いいぞみたいな。隅の絵7割、全国勝率6割、悪くはない、逃げもちょっと考え持って、で今日インカでやからまくりがちょっと苦しいかなとは思うんやけど、まくり差しか差しで穴目狙っていく。でこのエンジン、あの関選手のエンジンいいんでね、前走が後藤誠也選手、バランス系特に伸びが良かったかな。菊池浩平の周回展示があんまり良くなかったんよね。宮崎つぐみこのエンジン悪いんかな。ただまだ B 級が1回乗っただけだからね、パッと決めてもあかんかなとは思う。だからこの記念級が2節目と新規新艇2節目に乗るっていうのがまたいいとこよね。これ悪かったなっていうエンジンがガラッと良くなったりとかあるよね。さあ緩やかな追い風の中での第3レース、全体が進入してまいります。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり進入、2秒、1秒、今スタートしてきました。
さあ、スプリットカー枠に出す勢が4号6出ていきますが、内側もクローズで伸び返して逃げる1号手に山本、バックステッカー3号手のピッチ、そして2号手真ん中5号手の田中、あとは4番6番回って、さあバックステッカー陰線から奮発したか、1号手の山本博士が上がってくる、1停止から2停止で2番からすに2号手4号手3番4番接戦状態、その直後に6号手5号手3号手が並んでいます。なおスタートは正常でした。第3マークをマストップで回って1号手に山本で、最内から6号手が突っ込んで外に握った2号手スプランで後方から4番3番5番と差し返してきました。さあ2番2つ内と広がっていました。ワンツに真ん中3号艇の菊池上がってきてレーサー2周目になります。先頭1番ゴール、3番ゴール、6番ゴール、4番ゴール、5番、7番ゴール。その外の仏島がめちゃくちゃ良すぎて目がそっち向いちゃいましたね。ひとし選手はまくり出しかな、はい、流星の上行きそうな畑田選手がちょっとやっぱり経験不足で、はい、ただ隅の上のインコースは7回入って7回とも逃げてます。ただやっぱりここね、埼玉の師匠中田選手も来てないし、誰一人埼玉の選手って須藤選手以外来てないんで、ちょっとね不安材料がその辺かな、メンタル面というか。そこで流星が先に仕掛けるっていうこともあるかなと。2コースから逃げるんだよねこのレースね、展開ね。これね、2号艇のね、上田流星選手がもう差し1本で考えてくれるんやったらいいんやけど、結構2コースから握っていくのよ。だから握った時に畑田選手が対応できるかっていうところがまず第1回ね。で、篠崎仁志選手はまくりまくりだし両方できるんやけど、まくりが多いんで、そのことを考えれば流星選手が2コースからはめられるの嫌やから握って出るっていう展開で、そこで篠崎選手がそこらへん対応できるか、畑田選手が対応できるかっていうところがこのレース。もう上田流星にかかってるね。流星が2コースからセオリー通り差しに構えてくれるんであれば全然問題はないんやけど、意外と握るタイプなんですよ。そこで畑田選手がどう対処できるかで、まくり差しまくりで攻めようと思う篠崎仁志選手がどう対応できるか。今の周回転に見たら上田流星の差しでも十分届くかなとは思うんやけどね。2号艇の差しでも十分届くかなっていうぐらいの畑田選手との足の差はちょっとあると思うんやけど、流星がもし万が一握った時はね、怖いのはこのレース荒れるのは2号艇がまくった時は絶対あれば上田流星チルトゼロに。これまた1、2で何かの前半戦第4レースで緩み拍子に回っています。ダッシュ判定から後続上がってまいりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番、まもなくスタート。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コースアウトは内側で1コースからの1番、2番、3番、4番とこの辺りまでが出ていきます。逃げる1号艇の畑田大地、マックステッカー3号艇のところ差して2号艇、6号艇、4号艇、5号艇と回ってきまして、さあバックステッカーあたり陰線から踏ん張って、ここを1号艇出てまいりまして、人気の畑田大地一定心で最初から4号艇の柳川が船を伸ばして1番4番、ワンツに3号艇、あと後方で5か6が固まっています。なおスタートは正常でした。第3マーク、トップが1号艇の畑田、2番手2号艇マーク、1号艇5号艇、さらに後方3号艇が差し返してきました。2番から手はワンツに後方4号艇の柳川、ところからは5号艇、3号艇が3号艇でレーサー2周目になります。先頭1番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、7番ゴール、6番ゴール。ここね、今佐藤翼の周回転時がちょっと思わしくなかったな。このエンジンはどう？岡部大輔、悪くはなかったけどね、そこまで良くもなかったけど、佐藤翼選手、墨の絵の陰線10戦8勝8割全国9割、かなり強いね翼。ただ今周回転に見たらちょっとね、2号艇3号艇にちょっと劣勢かなっていう。1個だけ覚えて書いてください。今回、フライング持ちの中でこの墨の絵の対抗賞終わってフライング休みに入るこの佐藤翼選手ただ一人です。ここでフライング切ったらちょっとしんどいね。言うたらもう今季走り納めみたいなもんですよ。とりあえず今節終わって29日30日から休み入るんで、4月の30日までっていうことは今季ラストランになります。だから新規休み30日増やしたくないんであれば、ここね、フライングちょっとしんどいですよ。スタートは荒めのお客さんは佐藤翼選手がこの後フライング休み入るんで、
そこをマイナス面に考えて、まあ十分穴目狙うお客さん十分狙える。今の周回転に2号艇3号艇が良かったんでね、2号艇の差し率 21%、 3号艇のまくり差し、この2つで狙って、でエンジン的には4号艇5号艇が前節良かった、4号艇の浜崎選手、このエンジンが36番のエンジン、上野慎之介選手優勝エンジン、いや前節優勝ね。で5号艇の山崎君選手、堀本和也選手、まあ出足型のエンジン仕上げてるんで、軍選手にとってはちょっとマイナス面かなと思うんですけど、まあ4号艇5号艇のエンジンは前節良かった動きはね。ね、今周回戦に見たらやっぱり浜崎より松井さんよりも劣勢やったのは劣勢やったなと思って、ただ畜戦ね尼崎で取ってきてるんで、もう言うたらもう G1 ウィーナーやからね、近畿の G1 ウィーナーということはかなり自信にはなってると思う今調子的には。エンジンは外、今の周回転時は2号艇3号艇こういう感じで評価をこう上げて下げてっていう、そういう感じで予想していったらいいと思うよ。以上です、参考にしてください。さあ少し風が強くなって風速3メートルから4メートルほどの追い風、大ブレス1番、2番、3番、4番、5番、6番、若新雄1秒前、今スタートしていきました。コースターはダッシュで4コース数から4コース6ダッシュという量が出ていきますが、1マークまずは伸びていって1号艇が先前握ってきた、4号艇のところ2号艇、5号艇差し切り、あとは3番6番でさあバックしょっぱなバックしてきた4号艇の浜崎、ところから1号艇の佐藤翼、さらにところが5号艇出勤でトップ手段415ですがバックバッテンループで4号艇、あとは後方3着した、なおスタートは正常でした。第3マーク前を抑えてまず4号艇の浜崎が先に回った、ところ前線5号艇、あと3番1番と回ってきますが先頭4号艇の浜崎正成、2番手が内外に広がって1号艇3号艇5号艇奇数艇というが接戦、先頭4番ゴールイン、5番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン。明日ドリーム組ってなったらウリュウだけや、明日のドリーム走れる分ちょっと余裕はある、で後半1枠でしょ、だから2コース入るか3コースになるかというところは微妙やけど、やっぱりウリュウは後半絶対勝ち星上げれるっていう1枠に構えてるんで、ちょっと余裕はあるんちゃうかなとは見てるんですよ、だから両方とも16並べて一応並べました。うわー、湯川選手と何コース入る、何コース入れようか、1号艇から買うお客さんはもうこっちの方が絶対いいよ、1から買うお客さんは2号艇3号艇でね、この3号艇のエンジンが富山選手が前節乗って伸びもバランス型でかなり良かったんですよ、まくりでも勝ってるしインからでも逃げてるし、だから富山選手64歳がここまで頑張るって準優まで乗ったっていうエンジンなんで、このメンバーの中で前節良かったなっていうのはこの丸野選手、3号艇のエンジンが一番良かったです。もし万が一これ16並びみたいな感じになれば、やっぱり1号艇はかなり深くなるんで、ちょっと湯川選手が壁になってくれればいいんですけど、ウリュウ選手が攻めて丸岡選手が丸野選手が走ってっていう、こういうところがやっぱり16並びになったら狙い目になってくるかなと思う。36並びなんかになれば逆にこの古澤選手、全国の逃げ率が7割、住之江の逃げ率8割っていうところが生きてくるかなっていう感じ。この16並びになるか1236並びになるかでえらいこのレースは変わってきますよ。4号艇5号艇っていうところはやっぱり、はい、今の周回転に見ても隣にええことはなかったんで、まあポイントはこの2人ですよ、2号艇3号艇2コース3コースに入るのか、はい、はたまた3コース4コースになるのかっていうところがこのレース穴目のお客さん本命党のお客さんは変わってくる。湯川もねやっぱり地元だけに中途半端な前付け行ってっていうのは嫌やと思うんで、こっちの並びが濃厚かなとは思う、地元だけに行くよと場内沸かせるよっていう気持ちもあると思う、ただ選手代表なんで今回この52人の中のトップでまとめ役になってるんでね、だからそういうプレッシャーもあれば、まあ今大阪支部の支部長って考えても湯川選手って結構責任感強いんで、もう行くんやったらがっつり行くと思う。
ソンスイメージを前半戦最後で第6レース早々とコース取りでまず136と回り込んでおりました。後方から2対4とまず1コースは突っ張って1号艇のフルサービスです。さらに2コース中心コースは悪主張ボッカースピードへ連続という出来でここは少し深めの1コースとなります。2コースには3号艇のマルの活躍、前回の66周年では唯一の活躍2着でした。そして6号艇回り込んで湯川と3コースと最高賞は過去4回優勝55周年で優勝、これで136と流行りに入っていて、そして2号艇引っ張りでしょうか、ウリュー正義、今年は下関周年で優勝の活躍、前走琵琶湖スタンディア琵琶湖初優勝動いていきました。4号艇で桑原優勝、目下3場所連続優勝、一番外は5号艇長田頼美の強前半で3着走。さあこれでスローが136と出してダッシュが245と並んでおりまして3対3のスタイルで進入体系が固まっておりました。現在は緩やかな追い風、風速は2メートルほど。さあスロー勢深めとなっていまして3対3と離れてのスタイル、ダッシュ判定からコースに上がってまいりまして第6レース E コースから1番3番6番2番4番5番まもなくスタート、今スタートしていきました。コースアウトは1コースから1号艇センターアウト勢から6号艇2号艇4号艇ですが1マークはイグル1号艇のブルースタワー、さして3号艇マークに出して6号艇4号艇内からくるっと2番5番ですが、さあバックセンター1線から向かったが1号艇のブルースタワー一転身で3号艇が迫って丸の担ぎで1番3番さあ下がってきたとパワーパラフェイ、あとは後方4号艇後方は5号艇6に固まっています。なおスタートは正常でした。第3マーク突破ラスになって内から3号艇の丸はコーナーを先取り、さあ仕返して1号艇さらに1号艇4号艇攻めていきますが先頭合わせここで3号艇の丸の担ぎ2番手3号艇違って1号艇3番手4号艇で314となってまいりました。先頭3番ゴールイン1番ゴールイン2番4番6番ゴールイン